皆さんこんにちは、アイです。では今日はね、このフーダービューティのヌードパレットをね、皆さんにレビューしていきたいと思います。これはね、この間セフォラのレビュー動画の時に紹介してたパレットなんですけど、実際ね、私このパレットを買ってからほぼ毎日これでメイクをしてるんだけど、まあなんていうか、これを開けたくなっちゃうんだよね。色がすっごい可愛いから、もうね、可愛い、うん、という感じでね。まあこのパレットは新品とかではなくって1年半前に出てるんですけど、でもずっと出てから人気で、で私ね、 YouTube で関連動画を探してた時も欧米の方の YouTuber さんのレビューが多かったんですね。割とアジアの方のレビューもあったはあったんだけど、あんまりこう少なくて、なのでせっかくだしっていう感じでね、イエローベースの肌に使ったらどうなるのかなっていう感じで2ルークをねしてるんで、よかったらね、最後まで見ていてください。で今はね、こうすごい変に目にいろいろのせてるんですけど、これはね、後で分かってくるんで心配しないでください。化粧の時はちゃんとしてます。ではね、一緒に見ていきましょう。まずはね、こういう平べったい筆を使ってベースになる色を取っていきます。今日はね、この紫を使います。で本当に海外ブランドのアイシャドウってすっごい発色が良すぎるから、一回ね、目につける前にティッシュでね、こうトントンした方がいいかなって思われます。でこれをね、まぶたの全体に一度のせていきます。で次はね、小さい筆を使ってこのブラウンをですね、取っていきます。ちなみにお色味はこんな感じのブラウンです。これもマットタイプです。これでね、もう目尻を描いちゃいます。はい、今こんな感じでブラウンをのせました。次はこういう一回り小さいブラシを使ってこれを取っていきます。こんな感じです。さっきつけた紫をもっとね、前にぼかすような感じでこの赤をのせていきます。で次はね、この今塗った色を全部ブレンドしていきます。ブレンドするとね、こんな感じになります。で次はね、キラキラを使っていくんだけど、この色をね、指でのせていきます。こんな感じの発色です。これをね、いっぱい取って目の前寄りのところにのせていきます。今の目元はこんな感じです。次はね、この色を使っていきます。これもね、すごい可愛いんだよね。こんな感じの赤ピンクです。これを目の中心部にのせていきます。で最後にね、もう一個キラキラを使いたいんだけど、この色を使っていきます。こういう感じのブラウンに赤が混ざっているような感じです。で目尻のところにのせていきます。これがね、キラキラ3色つけた後の目元です。次はね、この色を使ってちょっとキラキラをね、ぼかしていきます。お色味はこんな感じです。もうね、境目のところだけぼかしていきます。次はね、この肌色に近いものを使ってブレンドしていきます。色はね、こんな感じです。今の両目はこんな感じです。じゃあ次はね、締め色を使っていくんだけど、この紫をね、使っていきます。こんな感じの紫です。はい、ではね、今こんな感じで上のアイシャドウの完成です。はい、次はね、下のアイシャドウを作っていくんだけど、この色とこの色をね、混ぜていきます。次はね、これを取っていきます。これで目玉の下を描いていきます。はい、では次はね、このピンクを取っていきます。これをね、さらに目玉の下にのせていきます。はい、じゃあ最後にね、これを目頭のところにのせていきます。に行きたいと思います。じゃあね、まずね、このコンシーラーを取っていきます。これをね、まぶたの全体にぼかしていきます。下まぶたのところにもちょっと塗っていきます。次
次はね、この紫を取っていきます。お色はこんな感じです。これをね、目尻のところと目頭のところにのせていきます。こうやってね、目の中心部だけ残しときます。はい、じゃあ次はこのベージュ色を取っていきます。これを目の中心部にのせていきます。じゃあ一回ね、この白を使ってブレンドしていきます。まぶたの上の方をね、綺麗に綺麗にぼかしていきます。はい、次はね、キラキラ使っていくんですけど、まずね、このピンクを使っていきます。こんな感じのピンクです。これね、もうすごい上まで伸ばさずに、もう二重のところにトントントンってやっていきます。次はね、このオレンジのキラキラを使っていきます。スワッチ、こんな感じのキラキラです。これをね、二重の前半くらいのところにのせていきます。はい、じゃあ次はね、これとこれを混ぜてアイライナーを描いていきます。はい、今ね、一旦サラダとアイライナーを描いたんですけど、次はね、この色単品で目がね、丸くなるように目玉の上だけ太く入れていきます。こんな感じで、次はね、この色で下のアイシャドウを作っていきます。これをね、目尻の3分の1ぐらいまで塗ります。今こんな感じです。次はね、これとこのピンクのキラキラを混ぜていきます。このピンクはね、こんな感じですね。こういう大粒のキラキラです。目玉の下にのせていきます。で、この大粒のキラキラをね、のせる方法なんですけど、タップする感じでのせた方がムラがなくのせれます。で、目力にはね、この白とこれを混ぜていきます。これでアイシャドウの完成です。ちょっとね、すごいいいの思いついたんだけど、眉毛にこれをつけたらどうなるんだろうっていうね。つけてみよう。じゃあ後ろだけちょっと。あ、かわいいじゃん。いい感じじゃん。いいね、いいね。あとね、今日のリップにこれをつけてみようかな。まあこれはね、今日のフーダービューティー関係ないんだけど。これ結構いいわ、みんな。キラキラすっごい可愛い。結構なんか最近ガラス唇流行ってるみたいだよね。いい感じ。ちなみにね、さっきつけたキラキラはね、このナタシャ・ディノーナのこのパレットに入ってます。これもね、セファのレビューの時に紹介してたパレットです。ほんと化粧ってさ、自分の好きな色をどんどんつけれるからすっごい楽しいよね。この眉毛結構気に入ったな。粉質なんですけど、これね、10個マットカラーがあります。だよね、10個だよね。で、マットカラーね、そのどのブランドもそうだと思うんだけど、伸びが悪いんだよね。だからムラができやすかったりするんで、なのでね、これも同じく伸びが悪いです。見えるかな、ここのムラがね。まあ、なんですけど、これはね、オフデーでどうにかできるんで、筆をね、うまく活用していくっていう感じです。キラキラなんですけど、2種類あって、まずね、大粒のものがこことここです。で、お色がね、これとこれです。この大粒のラメはね、すごい隙間ができるんだよね。まあ大粒だからしょうがないかもしれないんだけど、のせてみます。ここに適当にね。ちょっとこの大粒のラメはね、あんまり均一になりにくいので、こんな感じになっちゃうんだよね。こうすごい濃く塗ってるとこは全然大丈夫なんだけど、薄くぼかそうとすると後ろみたいにこういうラメラメがついちゃいます。今ね、つけたのがこの赤の大粒のシャドウです。じゃあこれもつけようかな。隣のね、このピンクの大粒もつけていきます。もうね、塗ってる時にこうザラザラ感を感じるような大粒のラメです。まあすごいパーティー用だよね、これは。じゃあ次はね、大粒じゃないんだけど、すごいきらめくこういう可愛いもたえ理石みたいな色なんですよね。すっごい可愛い。これはね、キラキラがブツブツとしていっぱい入ってるんじゃなくて、なんだろう、すごい普段使いしやすいようなラメラメなんだよね。じゃあこれをどうしようかな。もうのせるとこないんだよね。ここになんかすっごいやばい顔になりそう。あ、すっごい綺麗。まあこんな感じでね、もう顔がやばい。
結構ね、女の子みんなこういう色好きなんじゃないかな。でね、色のレビューはこんな感じです。ではね、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、では今日の動画が好きだったらいいねボタンお願いします。またチャンネル登録もお願いします。でまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バーイ。あ、これちょっともったいないからかぶとこう。